そこが広場みたいだね。待ち合わせしてるような人はいないっぽいけど、近くを探してみる？今の時代に伝統文学を読むなんてありえない。オンライン小説こそ現代文学の究極の形だよ。今の時代に伝統文学を読むなんてありえない。オンライン小説こそ現代文学の究極の形だよ。今の時代に伝統文学を読むなんてありえない。オンライン小説こそ現代文学の究極の形だよ。
府の名物なんだ。よかったら飲んでみて。
実は君に伝えたいことがあるんだ。東の果てに若にあり、下に食を含む竜を置く、はあ、生きているうちに必ず見てみせる。そちらの御仁、あなた様も凋落天を見にいらしたのですか。この目で見ることはかないませんが、ラフで異変が起きたと伺っております。大牧師も今は消息を絶っているそうですし、安全のためにもここに残られた方が良いでしょう。行かなければならない理由があるのでしたら、くれぐれもお気をつけください。一介の医者に大したことはできませんが、探偵士が外勤の医者に配った薬をいくつか持っております。さあどうぞ、きっと役に立つでしょう。東の果てに若宮、そちらの御仁、これは失礼いたしました。では東の、そちらの御仁、これは失礼いたしました。では私のことはお気になさらず。東の果て、そちらの御仁、でしたらあなた様が目にした景色を教えていただけませんか。はい、私は生まれた時から目が見えない転血者なのです。幸いにも視力以外の感覚は衰えておりませんので、多少は満たされておりますが、風に漂う人の喧騒も、構造紙の雨雲で湿った空気も、ユーラの花びらの繊細な質感も、すべて感じ取れるのに、この目だけは。今まで何度もここに来たのですが、この景色に向けてため息をつくしかありませんでした。ですからお願いです、どうかここの景色を言葉で教えていただけませんか。これは失礼いたしました。では私のことはお気になさらず。早くして、待ってる間に眠くなっちゃいそう。鬼だの何だの、僕は信じないからな。レンジフードの掃除から精査の修理まで。
レンジフードの掃除から精査の修理まで。レンジフードの掃除から精査の修理まで。クラクラしてきた。レンジフードの掃除から精査の修理まで。鬼だの何だの。地公子に解決してもらえばいいじゃない。
町をうろつくのは危険ですよ。した小説は読んだ？どれも作り話でしょ？中央市を題材にした小説は読んだ？俺の親父は飛行士のチャンピオンなんだぜ。12秒で灰空航空路を完走したんだ。